ヒロメ・ウンダリア・アンダーリーズは、ワカメによく似た海藻の一種。ワカメに似るが、ヨ部が単純な形をしている。ヨ部は、長さ75から100センチメートルになる。薄く広がったヨ部は、非神経、長大円形、楕円形などで、円は、滑らかかやや波打つことはあるが、ワカメのように大きな列片に分かれない。またその中央には、基部の茎から続く中六が明瞭。 中六の両側には水平方向にシワを多数生じ、両面は荒く膨らんで、焦点やケスが生じる。基部の茎は長さ3から30センチメートルで、基部では円柱形だが上に行くに従って扁平になり、円が薄くなって、歯に続く。成熟すると茎部の円に突き出した膝を生じ、それは波打って歯につながることがある。基部の方では付着のためのネーがある。 これは、繊維状で臨生し、さらに数回作状に分子して、平らな塩水状の付着器になる。胞子農飯は、葉の中央以下の中央部分に、下から上に向けて、次第に作られていき、次第により上の部分や茎の延沿いまで作られる。わかめのような胞子形成部は作らない。本州中部以南、四国、九州の太平洋岸に分布する。全身体の岩の上に生じ、 特に湾入した部分に多い。わかめより段階性である。春から初夏に反もする。わかめとよく似ており、特に若い時は類似するが、わかめのように腰部が切れ込まないこと、気部に胞子形成のための胞子脳使用、いわゆるメカブを形成しないことで区別できる。また、同族の青わかめには腰部に注力がないことで区別できる。わかめと同様に食用とされる。 分布域が限定されているので広く流通することはない。和歌山県田辺地方では一羽目と呼んで好まれる。わかめより早く2から1月頃から採取される。養殖も行われている。味は、瀬川では、わかめほど品質は良くないとあるが、荒崎では、食用として良質とある。以下、記載は、主として吉田、P335 瀬川、P45 田中。 中村 P95 荒崎 P53 荒崎 P53 吉田 P333 南紀生物同好会 P323 から324ありがとうございます